はい、皆さんこんにちは、カイカイです。本日はですね、PS5 の価格について少し話していこうと思います。今でもね、コメントとか見てるとかなり、これ10万円出しても十分元取れるっていう意見と一緒に7万超えるぞとか6万超えるぞとか、4万だったらいいなとかね、いろいろあるんですよ。で、その中で、実際価格がどうなるのかっていうことについて、公式情報ではないにしろ、信憑性が非常に高い情報が出てきましたので、それを今回は紹介しようと思います。で、かなり短い話になると思いますので、最後にコメント返信もね、久々にできればなと思っております。で、内容に入っていくわけなんですけども、この発言をしたの、名前忘れたんですけども、Xbox で働いてた人です。多分編集時の私がね、この辺に名前を置いてくれてると思いますが、この方です。この方ね、もう働いてないんですけども、前まで Xbox 働いてて、Xbox の様々な世代を通して、デザインっていうか、マーケティングに関わってきた人です。で、この方が、この間 Twitter で発言してたそうなんですよ。で、その方が言ってたのが、なんだろう、絶対とは、基本的に言わないようにしている。もうなんか英語で言ってたんですよ。で、その方が言ってたのは、Never say never っていう、Never say never っていう発言があって、発言っていうか、ことわざなんかあるんですよ。そういうのが。で、それは、絶対に絶対って言うなっていうことなんですよね。ちょっと面白い、あれですけども、要は、絶対っていうことは絶対にないっていうことなんですけども、それを踏まえた上でその方が言ってたのが PS5 が$500を超すことは絶対にないっていうふうに言っていました。もうその方が。絶対に絶対って言わない人が絶対にって言ってたんですよ。それは相当でかいことで、しかも Xbox で働いてたっていうことによって、信憑性っていうのはかなり上がりますし、実際ソニーの製品のことを一番知ってるのはソニーですが、多分2番目に知ってるのは Xbox ですからね、その中にいた人からこの情報が出てきたっていうのはかなり大きなことだと思います。で、その方が言ってたのが、$500以上いくと誰も買わんだろうがボケーっていうことをね、言っていたんで、はい、そういう話です。もう私も以前から言っておりますが、7万は絶対に超えない、6万もほぼ確実に超えない、おそらく4、5万程度だろっていうふうなことを言っておりました。なので、繰り返しになりますが、私は今でもそう思っております。なんかね、もう心配しないで、心配しすぎても疲れるだけよ。はい、というわけで、という話でした。その話終わりましたんで、じゃあコメント返信に入っていきましょうか。もうすぐ終わったね。最近コメント返信楽しみなんでね、ごめんね。というわけでビューっと降りていって、どの辺から答えるか、めちゃくちゃ戻りますけど、この辺ハートついてるんで、この辺からしましょうか。ベイカバーと同じようにスライドさせてパネルを変えるって感じかも。そうですね、そうかもしれません。関係ないけど空気清浄機関係ねえな。海外さん将来 SI に入るんですか？金儲けがいいなら、金儲けじゃない、逆だ。金払いがいいなら入りますよ。取り外せば掃除がしやすくなりそうという意味で賛成ですけども、パーツの破損につながったり、単純に合成が弱まるっていう理由で、カスタマイズの可能性は厳しそう。っていう意見をたくさん見かけるんですが、ここでも言ってたのように PS4 ですでにやってるんで、やっぱりその辺は問題ないんじゃないかな。これは、この間、リンクを押してみたら、確かリンク切れてた気がする。はい、ページ見つかりませんだってよ。ごめんね、なんか確認したかったけど。次、どれくらい経てば5万円になると思われますか？かなり先。あ、これモニターの方か。来年にはなってると思うよ。パネルでディスクありなしを選択できるという発想は確かにすごいと思った。それができるなら将来的に新しいパネルで拡張することも可能だと思う。例えば、ブルーレイ、BD ってブルーレイだよね。よりも大容量の新規規格のディスクが登場した場合など、もしかしたら横幅かなり触れるかもしれないけど、高性能グラボ搭載パネルとかもです。それはないんじゃないかな。多分、プロ版で出していきますよ、それは。グラボをね、そこに搭載するっていうのは、パッと見いい案と思うんですが、実はデータのね、やり取りという関係上少し難しいものとなってしまいますので、可能性は低いと思います。ですが、新しいディスクドライブの搭載とかならね、普通に可能性あると思いますよ。はい。マジカスタム気軽にできないな。絶対めっちゃ高いや。そんな高くない。所詮プラスチックのパーツだよ。なんでソニー公式のやつは確かに高いかもしれませんよ。ソニーも会社ですので、値段釣り上げてきますが、他の人が作ったパネルとかは普通に安いと思いますよ。所詮プラスチックですので。コントローラーの滑り止めが、この三角丸×丸×四角三角じゃね？いや、どうでもいいか。マークでできているそう。うん、そうですよ。なんかね、ズームインすると見えるらしいっす。本体や周辺機器もザラザラ目にマークを仕込んでいる。SI は芸が細かい。確かにね。俺スパイダーマンマイルズバージョンデザインの PS5 欲しい。出るでしょさすがに。カスタマイズできたらわざわざ色違い作らんでもよくなるから、ソニー側も楽だろうな。色違いを作った方が売り上げは増えるんじゃないかな。どうでしょうね。その辺の兼ね合いはソニーが考えてくれるでしょう。あ、これ面白いコメントでした。ゲーマーの純粋な考察通りに企業は動けるわけないんだよな。別に企業が動くと思って考察してるわけじゃないぜ。デジタルエディションを安く大量に普及させて覇権を握るには Google とか Amazon 並みの戦略性がないと PS3 同様にただ赤字を垂れ流すだけの置物になる可能性が大きい。ソニーにそんな自信があるとは思えない。いくつか言いたいことがあります。PS3 同様にPS3 は赤字を垂れ流すっていうのは、あれわざとですからね。赤字垂れ流して売らないと誰も買わないから。そんで、それを踏まえた後、デジタルセールスじゃねえ、ディスクの販売とかで、黒字に戻したというものになっておりますんで、赤字垂れ流したっていう言い方は、まあ、間違ってはないんだけど、悪いことではない赤字。いい赤字。変な言い方だけど。はい、次。Google とか Amazon 並みの戦略性がないとって、答えでも言ってますけどさ、Google Stadia って知ってる？そうなるかならないかは別として、製造コストは高くなる気がするんですね。パネルプラス光学ドライブを組み立てる作業が足されるので、人件費、おそらく外注と材料費はもちろんその他もろもろもあるので、ディスク付きのパネルの生産は減らせばいいんじゃないですか。買う人も少ないと思いますんでね。別に、例えば黒いパネルが欲しいなって思って、ディスク付きのパネルからディスク付きのパネルに変更しないといけないわけじゃないですから。このアイディアだとね。左側のパネルは色違いだけだな。形が違うパネルも可能でしょうね。何か造形の浮き出したデザインでもいいかも。例えばキャラの顔だったり、マシンや武器などの形が浮き出したものとか、イメージとしては彫刻されたパネルみたいなもの。これはね、別に私が言ったアイディアでなくとも普通にね、実現してくると思いますよ。やっぱそういうことやってほしいよね。せっかくだし。せっかくカスタマイズするんだったら、そういうカスタマイズ特化してほしい。VR はシネマティックモードに期待。解像度は確実に上がるし HDR も対応するだろうから、下手な 4K モニターを用意するようにずっといいゲームライフを送れると思う。今年出ないことはほぼ確定してるけど、もし出たとしても 100% だけ。 What? はい、次行きましょう。一時期特許で出たワイヤレス充電アダプター用だったりして、でもそれなら前である必要があるのかは疑問。PSVR2 は同時期には出さないと言ってたと思うので、発表自体もないのでは、実際両方買うとなると相当な金額になってしまい、低調な滑り出しになるだろうし。どうですかね。発表と発売が近くないといけないっていうルールは存在しませんからね。エルデンリングしかりっていう感じですからね。あと FF を見習え、FF を。あれはもう別次元だけどな。本体初公開の動画に青色い光で、冷たい空気を吸い込むようなイメージ映像だったから、全面吸気やと思ったよ。なんかあのタピオカの動きってそんな重要でしたか？ちょっと後で見直しておきます。本体画像を確認しましたが、USB-C 側のマークはスーパースピードに見えますので、USB3.1 Gen 1だと思います。だとすると PS4 の規格と同じものなので、USB ハブを使用する目的のものではないと思います。個人的には Pulse3D ワイヤレスヘッドセットの送受信機が USB-A なので、他の方の意見と同じでコントローラーを充電するための思います。これさ、コメントでも言ったんだけど、2020年にもなって USB Type-C がさ、Gen 1とかさ、さすがにねえぞ。これは、このコメントの可能性についてねえぞとも言ってますし、もしそうだったとした場合、ソニーに対してねえぞと言ってます、それは。ね、せめて、Gen2 ぐらいは欲しいぞ。あとは、Pulse3D ワイヤレスヘッドセットの送受信機が USB-A なので、他の方との意見と同じでコントローラーを充電するためだと思います。ごめん、この部分と、この部分のつながりが見えない。文章的に。すまん。デジタルエディションでも PS4 のディスク版をプレイできるのか気になります。HDD をそのままつないでプレイできるのがいいですが、ディスク認証的な問題でそれが無理なら PS4 と直接 USB でつないで起動でもいいのでできると嬉しいです。そう。これができればいいなというふうにね、私も思っているんですが、やっぱり認証っていうものがね、存在するので、その辺めんどくさいなと。ゲームデータの方に自分のね、プレイステーションアカウントのデータを紐付けることができればそれで実現できますが、そんなめんどくさいことをソニーが、わざわざ利用するかってことですね。バーチャルリンクとかだったら面白いと思います。バーチャルリンクそのものではないと思いますが、似たような独自規格になるのはあるんじゃないでしょうか。拡張ストレージは背面スロット差し込み式がスマートでいいと思いました。C ポートはある程度の電源供給が可能なので、用途はこれから対応機器が増えていくでしょうね。そうでしょうね。結局のところ、なんかみんな何特化何特化、まあ私含めて何特化何特化って言ってますけども、何ぶち込んでもいいですからね、USB って。USB の U はユニバーサルの U ですから。PS5 は市販の NVMe SSD、5.5GB 毎秒以上のもののみ対応だっけ？もっと出してほしいって言ってた気がする。ね、発表済みなので Xbox シリーズ X のような拡張スロットがつく可能性は残念ながら低そう。M. そうです、そうです。ロード to PS5 で話してるから。光デジタルケーブルぶっちゃけついててほしい。光デジタルってトスリンクのことですか？ごめん。トスリンクですね。ワイヤレスで接続できるものが増えたらいいな。PS5 でもいいスピーカーで音聞きたいからできるなら Bluetooth をどうか。大前提の話をしよう。Bluetooth のスピーカーはいいスピーカーではありません。はい。急速充電とか周辺機器になったコントローラーを2つさせるやつ用みたいな、そんなのもね、あると思いますよ。あ、これな。Windows はゴミじゃねえ。過去動画関係ない。Windows は使えるゴミです。でもやっぱ好き。でも地獄に落ちる Windows。基本的に Windows は仕方なく使うものです。もうほんとね、長い間話してくれてるんで、全部読みはしませんけども、Windows は個人ユーザーよりもビジネスユーザー優先。Windows がね、個人ユーザーよりビジネスユーザー優先してるだけだったらいいんですけども、そこを優先する癖して、ビジネスユーザーに向けた機能をちゃんと搭載しないっていうクソみたいなね。さておき、アストロミックスアンプ買ったばかりだから PS5 用に使える光のやつ使えてほしい。トスリンクですね。裏側に USB などの他に外付けではなくカセット式に専用 SSD の挿入スロットがあったりしないかな。内蔵型 SSD を簡単に増設できるスロット。専用 SSD だと高価になるだろうから大歓迎ではないけど、外付けみたいにブサイクじゃないから、あれは嬉しい。ロード to PS5 で言ってます。USB 4.0×2、USB 3.1×2、うち1つはバーチャルリンク対応。ちょっと待って、USB 4.0 って対応するのかな？もう大前提として。USB 4.0 対応だったらかなりすごいと思うけどね。の感じの背面なら問題ない。まあ、AUX 端子ってなんだっけ？オグジラリーって読むのは知ってるんだ。ただ何を通すための端子かは覚えてない。3.5mm？ あれか。AUX？ オグジラリー。はい。コントローラー電池交換できたらいいなというコメント。現実的かともかく 4K120fps を歌っているし、背面にディスプレイポートが来る可能性はないでしょうかね。HDMI2.1 が対応してくれます。ディスプレイポートさんはね、いろいろあって画質を犠牲にしないとちゃんと実現できないのでダメです。外付けストレージが思いつかなかった。外付け、やっぱね、そういうところじゃないかなと思ってます。充電を早くする Type-C の方が早いのでは 60W とかあるし、これはもうほんとね、わからないんですよ。ただ、USB Type-C って 100W とか出せるんで、なんか、いけんじゃねって思ったりしてます。白いパネル変えられるかもって話で実現するかも。中の人は結構いろいろと話してるらしいです。やっぱり実現してくれ。スイッチのオマージュかな。スイッチはパネル変えれねえぞ。あれ、左右のコントローラー変えるのって、スイッチにとって左右のコントローラーを変えるのって、プレイステーションでいうところの、なんでしょうか。側面パネルが、光学ドライブと一緒に剥がれてきて、ついでにリモコンも入れ替えみたいな感じですかね。まあ、どうでもいいや。次行きましょう。コメント増えてんな。これか。VR はプロでも十分に性能を発揮していたとは思わないから、VR2 はまだ出さないんじゃないかな。現行 VR は PS5 でも活躍してくれると思っている。もちろん新型歓迎だが、背面に独自のポートを作って VR の配線が減らせるならいいけど、そうじゃないならやらないんじゃないかな。独自規格、やっぱり汎用性も大事だと思うし。で、これに関して、私の意見として、むしろ性能を発揮できなかったのは本体の方だと思う。PSVR に解像度が足りないせいでどれほど綺麗で滑らかな映像を本体が出力しても PSVR を通すと汚くなるという話をしました。だと思っていたんですけども、なんか他の人に聞くとそうでもないことすらあるらしくて、一応フィルターでガス、ここは違う。これじゃない。こっちだ。PSVR を PC につないでみると HTC VIVE レベルに綺麗になるという話もありますよ。まあそれでも解像度が足りないというならそれまでですか。なので PSVR、そんな綺麗かな私がその PSVR 持ってるんですよ。でそれで遊ぶとき必ず気になるのが、画質がすげえ悪いと。そのピクセルの一個一個が見えるレベルで画質が悪いんですよ。でもしかしたらそれは、VR 自体の解像度の低さというものではなく、なんて言うんでしょう、映像そのものの解像度の低さに起因するものなのかもしれません。この辺は私の知識不足ですね。前面でドライバーダサいやろ。いや、みんなやってるべ。本当にこのグラで動いたらちょい前の CG アニメ映画だよね。いや、本当ね、UE5 のデモでも言ってたように映画クオリティのアセットを利用する。で、もちろんそれに尽きるというわけではありませんが、やはりね、そういうところで映画クオリティの映像をね、リアルタイムで出力できるっていうのがね、最終的な理想形だと思います。まあ、映画以上ですね、むしろ。VR2、年内に公開してほしいです。バイオ7、8を VR でやるか、VR2 でやるか悩んでいるので。なるほど。バイオ8って VR で出るかな？バイオ8どういう感じになるんだろうね。私は正面の端子を、なぜどちらも Type-C にしなかったのが引っかかっていましたが、DualShock 4が使うためなのかなと思いました。Type-A の方を供給用にしたのは、SSD は必ず速度の速い Type-C に接続しなくてはならなくなるため理にかんっていますね。確かにね、両方とも Type-C でいいんですよ、極論。なんでそうしなかったんだろうね。確かに Type-A のアクセサリーっていうのは今非常に多いです。市場全体を見ても確かに完全に移行が進んでいるというわけではありませんが、将来的に全てが Type-C になるのは目に見えていることなんですよ。で PS5 っていうのは自分のね、独自製品とかをいっぱい押し出している以上、Type-A に縛られる必要がないんですよ。なので、PS5 がもう Type-C に特化して、それでね、少しでも、市場全体が Type-C に移行するきっかけになってくれればいいと思うんですけども、まあタイプ A はね、しばらくはなくならなそうです。はい。外付け SSD から内蔵 SSD の移行作業が容易にできるようになってほしいですね。あと付随して、需要増加で SSD の価格がもっと下がってほしいです。背面のポート類には何かしら隠し玉があってほしいですね。SSD の価格は今順調に下がってきていますが、どうでしょうね。SSD の価格の下がり方っていうのは最近限界に達してるような気がするんですよ。フラッシュチップ自身が、よほどのパフォーマンスを犠牲にしない限りでは、これ以上の容量をそこまで増やせないところにたどり着いてきてると思うんですよ。セルの層の数を増やすことはできるんですが、その一層一層あたりの1層あたりの1セルあたりのこのセルごとの何ビット保存できるかっていうところは、直線的、比例的にデータを増やしていくことはできるんですが、指数関数的にそれによって、パフォーマンスの低下と、あと長持ちしなくなるっていうのがなってしまうんですよね。なので、意外と厳しくて、層の数を増やすしかないんですが、層の数にも限界がありますので、まあどうなるかなというところです。より小さい、もの、より小型化できれば、チップあたりは一緒でも、チップをより多く搭載することによって容量増加とか可能かもしれませんけどね。SSD はやはり、新しい保存形態というのもあって、まあ研究はね、まだまだですよ。今日の一言、Windows ってやっぱゴミですね。いや、ゴミなんですよ、Windows は。ソニックが PS5 に最も合ってると思う。だってソニックないでしょ、だってソニックだよ。プレイステーションにソニックって来たっけ？いや、過去に来たという話があっても、セガが、どうでしょうね。Xbox を組むという話ありましたが、あれどうなったんですかね。一回だけリフレッシュしとくか。ちょっと増えてる。本体、これめっちゃ過去のコメント。ラチェクラのワープとか見ると、高速 SSD の凄さが分かった。これならグラフィックがいいオープンワールドのスピーディーなソニック作れるんちゃう？来年30周年。お前ソニック大好きだな。ディスク版の方が倒れにくそうで、縦置き前提な形でもありますね。多分関係ない。スタンドがあるんで、スタンドがあるせいで、多分そんな関係ないと思う。というわけで、これでコメント全部です。楽しんでいただけたら、ためになったと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。まあ、この動画ほとんどがコメント返信でしたけど、かなりね、大事な話であったとは思いますんで、ここまで付き合った人覚えてますかね？まあ、それでは今回こんなもんにしましょう。また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。